この DVD ではクーバームーブスピラミッドの3つ目のパートであるフェイントを紹介します。フェイントはゲームの中で最もエキサイティングで効果のあるムーブスです。ディフェンダーが密集する最終エリアにおいては特にそうです。それらはシングルであるいは様々な形に組み合わせて相手の動きをフリーズしバランスを崩させます。シザーズ、ステップオーバー、コンビネーション、これらのどれもが効果的です。フェイントのほとんどは相手が正面もしくは背後にいるときに用います。相手を一方へ動かしながら自分は反対方向へ抜け出る、あるいは相手を一瞬フリーズさせることでアドバンテージを得るというのが目的です。ムーブスセット F、 ゴール前で有効です。ステップオーバー、蹴る振りからボールをステップオーバー、そしてまたいだ足のアウトサイドで持ち出します。フェイク、着地、アウトサイドで持ち出します。ボールに近く力強いステップ、素早い加速で離れます。ダブルステップオーバー、ボールを蹴るように一方の足でステップオーバー、そして反対もテイクアウェイ、ステップ、腰をひねって、ステップ、腰のひねり、そしてテイクアウェイ。ステップ、腰をひねって、テイクアウェイ。この動きには柔軟性とフェイクを強調するための腰のひねりが必要です。相手の動きを止め加速して離れます。ここではワンタッチでボールを押し出し、できるだけ多くシザースを行った後パスをします。これはゲーム中に使うものではありませんが、ムーブズのスピード、素早いフットワーク、柔軟性を向上させるのに効果的です。またより小さな子供にとっては楽しく取り組める内容です。